日本社玄関名は日本国有鉄道は日本国有鉄道法に基づき日本の国有鉄道を運営していた公共企業体である通称は国鉄経営形態は政府が100%出資する公社でありいわゆる参考者ご原業の一つであった鉄道開業以来国営事業として鉄道省などの政府官庁によって経営されていた国有鉄道事業を 独立再産性の公共事業として承継する国の外閣団体として1949年6月1日に発足した。1987年4月1日の国鉄分割民営化に伴い政府出資の株式会社形態である JR グループ各社及び関係法人に事業を承継し、日本国有鉄道生産事業団10月22日解散に移行した。 1964年に開業し、国鉄の象徴となった新幹線日本国有鉄道は、国営事業として、運輸省鉄道総局が国の国有鉄道事業特別会計によって行っていた、国有鉄道事業及びその関連事業を引き継ぎ、国有鉄道を独立採算制で経営することを目的に1949年6月1日に、 発足した国の公共企業体である。分割民営化直前の1987年3月31日時点で、新幹線と在来線に合わせて、総延長1 9 6 3 9トルの鉄道路線を持ち、30局の鉄道管理局と総局で運営した。この他鉄道に関連する船舶事業、自動車事業などを行っていた。最高責任者である、 総裁は内閣が任命し、任期は4年間。自席の副総裁は運輸大臣の認可を受けて総裁が任命し、任期は4年間。さらに技術面で総裁を補佐する議事長が置かれた。この他の役員として任期3年の理事を置き、このうち国鉄在職の理事を常務理事と呼んだ。一般企業の役員会に相当する理事会で、 国鉄内部の重要事項を決めた。本社は東京都千代田区丸の内一丁目の国鉄本社ビルに置かれた。旧館は旧鉄道省庁舎で日本国有鉄道分離直後の運輸省も1時間仮していた。分割民営会構国鉄本社ビルは東日本旅客鉄道株式会社の本社として新宿に移る1997年まで使用された。資本金は 約89億円。このうち49億円は公共企業単位工事に国有鉄道承継資産総額から国有鉄道事業特別会計の負債を差し引いた残額で40億円は政府が対日援助見返り資金から出資したものだった。公共企業退化後は政府から追加出資が行われなかったため設備投資は日本国有鉄道の自己資金と 借入金で賄った。職員数は九百八十年代まで、おおむね四十万人台で推移したが、合理化により、大幅に削減され、民営化直前の九百八十六年には二十七万七千人にまで減少した。このうち二十万千人が、JR グループの革新会社に移行した。国鉄を表すマークとしては、工部長時代の、高マーク、鉄道員時代からの、 動輪マークのほか、工房によって1958年に制定されたジュニアマークがあった。このうち動輪マークは蒸気機関車の動輪をモチーフにしたもので、鉄道機をはじめ制暴の帽子や制服の襟章等にもその意装が用いられていた。国鉄本社ビル旧管理事会の決定に基づいて各地の総局、鉄道管理局を総括的に管理した。 本社部局として14局3部5室を置き、他に、公安本部、総合人事委員会、関西委員会事務局を置いた。また、付属機関として、鉄道技術研究所、中央鉄道学園、在外事務所など9機関を置いた。1985年3月20日の組織改正で、本社部局の新幹線建設局が、建設局に、工作局が車両局に、 付属機関の車両設計事務所が車両局にそれぞれ統合された。地域ブロックの業務を管理し、本社の指示を現業機関に伝えるとともに、輸送関係業務の一部も行った。地方単位で鉄道管理局を総括的に管轄する総局は、給支者制度を引き継いで鉄道管理局間にまたがる業務を管理した。1985年3月20日の組織改正で、 駐在理事室は廃止、輸送計画室は仙台、名古屋、大阪の各鉄道管理局内に企画調整室と輸送計画室を新設して統合をした。他に首都圏本部、東北、上越新幹線総合指令本部が置かれた。鉄道管理局、地方部局、工場などは総局、輸送計画室などの下に置かれ、駅、 車両基地などの現業機関を管理した。地方機関である鉄道管理局及び総局の下で実際に輸送業務に従事する機関で全国鉄職員のおよそ85%が所属した。分割民営化時点で以下の47の現業機関が設けられ、全国30総局、鉄道管理局に合わせて約6300機関が存在した。それぞれ駅長、区長、 室長などをトップとし、その下に、中間管理職の主席条約、助役、職種ごとの責任者として、主任、職場長を置いた。国鉄の予算案は、運輸大臣に提出され、大倉省との大臣接触を経て、閣議決定後、政府関係機関予算の一つとして国会に提出された。また、自己資金、借入金、鉄道債権の発行で調達する、 資金計画を4半期ごとに定め、4半期開始日の20日前までに、運輸大臣、大倉大臣、会計検査院に提出することが義務付けられていた。収入支出予算は、損益勘定、資本勘定、工事勘定、特定債務整理特別勘定の4勘定が設けられた。三鷹事件。大規模な人員整理が行われる中発生した。 三大事件の一つ政府が運営していた日本の国有鉄道は第二次世界大戦後インフレーションに加え福音兵や海外引上げ者の雇用の受け皿となったため運営を所管していた運輸省の1948年度国有鉄道事業特別会計は300億円の赤字となり財政は極度に悪化した労働争議が頻発する社会情勢の中 連合国軍最高司令官総司令部の総司令官であったダグラス・マッカーサーは国家公務員の葬儀を禁止する一方国家権力の行使とは関係ない国の専売事業や国有鉄道などの国営事業を行う職員を非公務員化し公務員より緩和した一定の労働権を許すことで効率的な事業経営を目指す独立再産制の公共企業体設置を勧告する 所簡を出した。政府の国有鉄道事業を承継する政府出資の新法人日本国有鉄道の設立を定めた日本国有鉄道法は1948年11月30日に国会を通過した。日本国有鉄道は1949年4月1日に発足する予定だったが運輸省鉄道総局側の準備が遅れ。 1949年6月1日に連れ込んだ。さらに国鉄の発足は、日本の国営鉄道が行政官庁直轄時代から国営企業時代に移行しただけに過ぎず、ほとんど注目されなかった。国鉄は発足後、直ちに職員9万5千人の人員整理に着手。それが引き金になったとされた国鉄三大ミステリー事件が発生するなど、労務政策面では、 大きな混乱が見られた。また経営面では、戦時設計の粗悪な車両や地上施設が原因となった桜木町事件などの重大事故が発生したが、一方で特別休校、休校の復活など輸送力の回復を強力に推進した。戦時体制のまま承継した地方機関の鉄道局、管理部も再編し、 鉄道局を地方支配人に管理部を鉄道管理局にそれぞれ改組した。また、1950年11月14日から15日にかけて連合国軍最高司令官総司令部の司令に基づくレッドパージの通告が職員に461人に対して行われた。公募で決まったジュニアマークと特急マークを取り付けた特急電車高度経済成長下で、 日本での国営鉄道の輸送水準を戦前並みへ回復させることを終戦後わずか10年ほどで成し遂げた国鉄は1957年からスタートさせた第一次五可燃計画に基づき全国で老朽施設の更新や輸送力増強、動力近代化を推進した。1958年には初の電車特急となる小玉号を登場させ、先頭部には 民間からの公募で決めたジュニアマークと特急マークを取り付けた。1961年には第25可燃計画がスタート。東海道本線の輸送力増強策として1959年に着工した東海道新幹線が東京オリンピックを前に1964年に開業し国鉄の象徴となった。一方、この時期から 高速道路や航空機との競合が激しさを増した。国鉄総裁の諮問機関である日本国有鉄道諮問委員会は1960年国鉄の経営改善方法に関する意見書を提出してローカル新線の建設など国の政策による過大な負担、終戦直後の過剰な雇用による人権費負担の増大が国鉄経営に 深刻な影響を与えると警告したが、政府は新設の日本鉄道を建設公団で新鮮建設を強行し、何の対策も取らなかった。その結果、国鉄は1964年度に単年度収支で8300億円の赤字となった。当初は繰越利益でカバーしたが、1966年度決算で完全な赤字に転落。それ以降一度も、 黒字を形状することはなかった。ただし、単年度収支では、旅客部門のみ1984年度以降黒字になった。また、総評系の国鉄労働組合と、国鉄動力者労働組合、同盟系の鉄道労働組合の各大規模労組が、国内の労働運動や政治に、一定の影響力を与え続けた。通勤後方面作戦で、 輸送力の増強が進められた首都圏路線第25可燃計画は国鉄の近代化に大きく貢献したものの資金不足で1964年に打ち切られ新たに多額の借り入れによって輸送改善を推進する第三次長期計画に移行。俗に三3等と呼ばれる1968年10月のダイヤ改正では新性能電車などの大量投入を実現した。 また高度経済成長に合わせて急速に増大した首都圏の通勤輸送に対応するため通勤後方面作戦と称する輸送力増強計画も進められた。しかし国鉄財政の一層の悪化を受けて第三次長期計画は同年で打ち切られ職員削減、省力化などの合理化が本格的に始まった。 国鉄諮問委員会は1968年9月、経営体質の改善が急務として、地方83選区を廃止すべきとの意見書を提出し、国鉄は赤字ローカル線の整理に乗り出した。また、同年11月には、運輸大臣の諮問機関である、国鉄財政再建推進会議も、経営合理化、近代的輸送方式の整備促進、 市町村の付近の大幅削減などの具体策を盛り込んだ意見書を提出。政府は1969年、日本国有鉄道財政再建特別措置法を成立させ、10年後の黒字転換を掲げる財政再建10可燃計画がスタートした。しかし、日本列島改造を掲げる第一次田中角栄内閣が発足すると、 赤字83線の整理計画は、わずか4年で打ち切られた。さらに、田中内閣は、日本鉄道建設公団による、ローカル新線建設を継続した。貨物輸送の落ち込みと人件費の増大なども重なり、10か年計画は再三行き詰まって、見直しを余儀なくされた。この時期、国鉄の労使関係は合理化の強化と、政治要素が絡んで極度に悪化した。 国鉄当局が進めた生産性向上運動に伴って発生した労働組合に対する不当労働行為問題は1980年代にかけて現場の混乱と規律低下を招いた。ストライキも頻発し、ダイヤ改正が延期されたり、乗客による暴動に発展した事件もあった。1975年に国労と同労が行った大規模なスト研奪還ストライキは、 この時モータリゼーションの発展で国鉄のシェア低下が進んでいたことに加え、すでに発達していた国鉄以外の公共交通機関や貨物輸送が十分に機能したため、日本全体に悪影響を及ぼすことなく収束。労働組合側の弱体化を招く結果となった。末期には国鉄再建法に基づく特定地方交通線の廃止が相次いだ1978年。 運賃法定制の緩和で国会審議を経ずに運賃改定が可能になると大倉省の圧力で運賃を毎年値上げせざるを得なくなり利用客減に白車がかかった。1980年11月には5年間で経営基盤を確立するなどとした日本国有鉄道経営再建促進特別措置法が成立した。この法律により 日本鉄道建設公団による地方路線建設の凍結、輸送密度に応じた幹線、地方交通線の区分とそれに基づく複数運賃制度の導入、特に輸送密度の低い特定地方交通線の国鉄からの経営分離が盛り込まれた。しかし1981年から1982年にかけて政府の第二次臨時行政調査会で進む 国鉄問題審議に補調を合わせ、かねてから国民から大きな反発を受けていたストライキの連発に重ねて、闇手当や闇彫金、職場での飲酒行為など現場の悪観光が次々とマスメディアにスクープされ、国鉄全体が世論から集中放火を浴びた。林長は1982年7月の基本答申で5年以内に本州4ブロック程度と北海道、 四国、九州に国鉄を分割して民間会社に移行すべきとの方針を示した。政府は国鉄緊急事態宣言を出して新規採用の原則停止、職員数削減などを推進。1983年には国鉄再建管理委員会が発足して民営化に向けた作業が始まった。国鉄側は1985年1月10日、 非分割民営化を盛り込んだ独自の再建案を管理委員会に提出したが指示を得られず、二杉ギワ総裁は解任された。公認の杉浦隆也総裁は常務理事ら幹部を大幅に入れ替えて6分割民営化を基本とする答申を提出し、各地に地区経営改革実施準備室を設置して民営化に向けた作業を開始した。1986年には、 国労と共に分割民営化に反対していた道労が同年の衆参同時選挙で自民党が圧勝し分割民営化が事実上を確定したことから協力して組合委員の雇用を守ると容認に転換。1986年11月に国鉄分割民営化関連法案が成立し、1987年4月1日に JR グループが発足した。 国鉄の経営状況は、単年度の営業収支では、旅客部門に限って1984年度に黒字化した。そして、国鉄最終年度である1986年度の、旅客部門の単年度の営業収支は3663億円の営業利益を計上したが、貨物部門は依然として大幅な赤字を計上していた。また、累積債務は十七兆円を超え、 長期債務の支払い利子だけで年1兆円を超えるなど営業外費用が営業利益を上回って増大する状況が続いた。これについては国は抜本的な対策を講じないまま長期債務の大部分を日本国有鉄道生産事業団に切り離す形で問題解決を先送りにした結果、後の債務償還計画破綻につながった。 国鉄の新会社移行作業1986年11月28日の参議院本会議で日本国有鉄道改革法など国鉄分割民営化関連8法案は自民党などの賛成多数で成立した。これを受け国鉄は12月3日付で本社内に採用職員や新会社の経営組織、体制を決定する以下の設立準備室及び移行準備室を設置。 これらの準備室が事実上新会社の母体となった。また各準備室を統括する国鉄本社新会社設立委員会が設けられ12月11日に初会合が開かれた。12月9日には分割民営化の新会社第1号となる鉄道通信株式会社と鉄道情報システム株式会社の創立総会が国鉄本社で開かれた。12月15日には 旅客、列車、業務の本社各指令を廃止し、北海道総局、首都圏本部、名古屋鉄道管理局、大阪鉄道管理局、四国総局、九州総局の6局にそれぞれ本社指令を設置。全国一元の指令体制が消滅した。また、国鉄本社は、政府、自民党の示したガイドラインに基づき、新法人が引き継ぐすべての事業、資産、 債務の割り振りを定める承継実施計画の作成を開始した。新会社設立委員会は21万5000人を採用する基本計画をまとめ、12月24日から配属先希望調査票を職員に配布。1987年1月7日の期限までに22万7600人が提出した。 新会社への就職希望者は219,130人で1月18日までに公安部門転出者を含む31,476人が退職希望を明らかにした。2月2日には鉄道、道路など労使協調路線の組合で構成する全日本鉄道労働組合総連合会が発足した。設立委員会は204,126人の 採用を内定し、2月16日から採用通知書の交付を開始した。通知後の辞退者が多く、生産事業団を除いた11法人がすべて定員はアレとなったが、欠員の補充採用は民営化後に各社が行うこととされた。新会社移行に向けた職員の大規模移動は2月14日付の管理職移動から始まった。14日付の移動対象は本社及び、 総局、鉄道管理局の幹部職員、現場管理職の合わせて8400人で、国鉄本社からは、幹部職員の約3割が、管理局などに転出した。2月17日には、橋本龍太郎運輸大臣が新会社首脳人事を発表。新会社の経営人には、財界人や運輸省元幹部らが加わったが、7社全役員の、 約6割に当たる62人は常務理事や本社局長など横滑りした国鉄幹部が占めた。職員の大規模移動が終盤を迎え民営化を1ヶ月後に控えた3月1日から全国の現業機関は各設立準備室が決定した新会社の運営体制に合わせた業務体制に移行した。同時に新会社の営業エリアに合わせて全国14路線で 管理局会の変更が行われた。作成作業が進められていた、承継実施計画は3月4日に、国鉄本社から運輸省に提出され、各法人が承継する路線及び車両、施設、債務枠などが確定した。3月16日には、一般職員に対し、新会社の所属部署や、職名の通知書が交付された。 3月23日から3月25日にかけて、新会社各社の創立総会が相次いで開かれ、4月1日午前0時から各新会社による運営に移行した。売却処分のため国鉄生産事業団に移管された、有給国鉄用地分割民営化によって処理すべき、債務は最終の国鉄長期債務25兆600億円のほか、 日本鉄道建設公団債務及び本州四国連絡協公団債務の国鉄負担分、北海道、四国、九州の各新会社に対する経営安定化基金原資を合わせた三十一兆四千五百億円に上った。さらに民営化に伴う年金負担などの将来費用五兆六千六百億円を加えた三十七兆千百億円について国鉄生産事業団と 新幹線鉄道保有機構、新会社6社が承継した。このうち新会社が5兆9300億円、新幹線鉄道保有機構が5兆6300億円を引き継ぎ、残る6割に相当する25兆5200億円について国鉄生産事業団が引き継いだ。国鉄生産事業団承継の長期債務召喚には、生産事業団に移管された。 不要の旧国鉄用地の売却益、JR 株式の売却益など、新幹線鉄道保有機構からの貸付金収入を当てるとしていたが、当初から13兆7700億円は財源不足として国民負担とする計画だった。巨額の債務に対し毎年約1兆円の支払い利息が発生したため、 政府は1987年から年間数百億から2000億円程度の利子支払い補助金を拒出したが、株式市場の低迷及び土地価格の下落でバブル景気時の見込みはもとより民営化以前から問題となっていた支払い利息分を超える収入すら得ることができずに毎年多額の損失を計上。さらに借り換え資金の調達額の増加に伴う新たな利払いも増えたために、 1996年度には1日、あたり24億円の支払い利息が新たに発生する状況に陥った。このため、元本の処理すらできないまま債務総額は28兆3000億円に膨張して償還スキームは事実上破綻し、国鉄生産事業団は1998年に解散した。結局、 召喚不能となった債務のうち、政府保障不債務24兆2000億円は、1986年及び1988年の閣議決定に、基づいて1998年度の国の一般会計に繰り込まれ、郵便貯金特別会計からの特別繰り入れ、タバコ特別税収、一般会計国債費などを財源とする国民負担で処理することになった。 政府保障付け国鉄長期債務残高は、民営化20年後にあたる2007年3月末には20兆9964億円、民営化25年後の2012年3月末には18兆6432億円、民営化30年後の2017年3月末には17兆6570億円であった。 また年金等負担分4兆1000億円については国鉄生産事業団の土地、株式などの資産を承継した日本鉄道建設公団が特例業務として資産売却収入と国庫補助金で負担することになった。後2003年の日本鉄道建設公団の独立行政法人化に伴い現在は独立行政法人鉄道建設 運輸施設整備支援機構が負担を継続している。日本国有鉄道を含む日本の間接鉄道、国有鉄道を経営する事業体及び鉄道監督行政を所管する政府官庁の組織の編成は次の通り。国鉄バス国鉄が運営した鉄道連絡線国鉄、またはその関連組織が行っていた鉄道事業以外の事業を下記に挙げる。 国鉄の代行、先行、短絡、培養、保管の役割を掲げ、乗り合い、貸切旅客自動車事業及び貨物自動車事業を行った。国鉄分割民営化時には、地方自動車局ごとにその地域を管轄する旅客鉄道会社に承継された後、分社化された。水域によって隔絶された路線を連絡するため、鉄道連絡線を運行した。 青函、宇高、宮島、一社掘り、大島、関門の6航路が存在し、一社掘り、大島、関門の3航路は国鉄時代に廃止、他の3航路はそれぞれ JR 北海道、JR 四国、JR 西日本が承継した。大正時代半ばから国鉄職員を対象とした医療施設として鉄道病院が順次開設され、日本国有鉄道発足時に、 国鉄管轄の病院となった。国鉄末期の1982年から1987年にかけて順次保健医療機関の指定を受けて一般の患者も受け入れ可能になった。また、機関区、保線区などが併設されている駅構内に鉄道診療所が設けられていることがあった。1950年から1965年までプロ野球球団。 国鉄スワローズが存在した。現在の東京ヤクルトスワローズの前身にあたる。発足したばかりの日本国有鉄道職員の意識公用を目的に第2代、香山総裁が設立に尽力。国鉄法の規制から国鉄の外郭団体として設立された国鉄野球株式会社がチームを保有した。日本野球機構に加盟し、セントラルリーグに所属していた。 チーム名は、球団発足当時の特急の一つであった、つばめにちなんでいる。運輸省時代の1947年に創設。日本国有鉄道発足に合わせて制度が、確立された。身分は、国鉄職員で、国鉄の鉄道敷地内及び列車内における、犯罪や、国鉄の運輸業務に対する犯罪を捜査する、権限を持っていた。国鉄分割民営化で廃止され、 警視庁及び各道府県警察本部の鉄道警察隊に改組編入された。国鉄共済組合は、国鉄職員及び退職者を対象に、長期給付事業、短期給付事業を行った共済組合。1907年に帝国鉄道庁職員救済組合として発足し、その後の完成改正による国鉄所管官庁の改変に伴い、 鉄道院職員救済組合、鉄道院共済組合、国有鉄道共済組合と解消。国家公務員共済組合法施行に伴って1948年7月に国鉄共済組合に解消した。その後公共企業大職員等共済組合法、国家公務員等共済組合法の適用を受けた。国鉄共済組合は、給付事業のほか 教材組合員である国鉄職員向けの保険事業、貯蓄、貸付事業、物資事業、住宅、宅地分譲事業を取り扱った。また全国で旅館業態の保養所70カ所、ホテル業態のやよい会館9カ所を経営した。このうち物資事業を所管する国鉄共済組合物資部は国鉄物資部と通称され、国鉄の拠点駅や乗務員、 車両基地の構内、職員アパートなどで、職員向けの小売店や食堂などを運営した。国有鉄道共済組合時代の1944年に、物資不足に対応するため物資部が、物局、鉄道局単位に運営分離された形態を受け継ぎ、国鉄共済組合においても物資部は部局及び支社、各鉄道管理局ごとに設けられた、支部単位で運営された。物資部の 各店舗は教材組合員である職員や家族などの関係者に限った利用を建前としていたが実際には一般客の利用も可能であった。1960年代から70年代にかけて一般客の利用を前提としたスーパーマーケット、国鉄ストアに携帯転換する経営近代化の取り組みが進められた。このか、地域の企業、商店が 国鉄物資部指定店として物資部と契約を結び、国鉄職員に対し共済組合員価格で商品を販売した。日本国有鉄道改革法投資広報に基づき、1987年4月に旧国鉄職員と JR 各社の社員及び退職者を対象とする日本鉄道共済組合に解消。後旧参考社共済組合の厚生年金統合で、 1997年4月に長期給付事業を社会保険庁所管の厚生年金に短期給付及び保険事業を新設の JR グループ健康保険組合にそれぞれ引き継ぎ、その他の事業は廃止、または JR 系列企業などに事業上とした。現在は厚生年金統合の対象期間外にあたる1956年6月。 以前の年金事業のみを行っている。ありがとうございます。